セオドア・ゴードン・エリソンは、アメリカ海軍の軍人、最終階級は中佐。アメリカ海軍航空隊におけるパイロット第1号。第1次世界大戦前後には、航空機分野の改良に貢献し、大戦後には、対潜水艦部門の改良をも手がけた。第1次世界大戦での功績で、海軍十字章を受章したが、航空機事故により殉職した。 セオドア・ゴードン・エリソンは1885年2月27日、バージニア州リッチモンドで生まれる。1901年に海軍兵学校に入学し、1905年に卒業する。卒業年時からアナポリス1905年組と呼称された、この世代の同期には、後の太平洋艦隊司令長官で元帥の、チェスター・ニミッツ、大西洋艦隊司令長官を務めた。 ロイヤルイーインガソルラがいる。卒業の5年間は、戦艦、テキサス及び、ミズーリへの配属を振り出しに、総工巡洋艦、ペンシルベニア、コロラド及び、ウェストバージニアでは公開担当の分大使となる。アジア戦隊に転じて、特務艦、レインボー、潜水艦、シャーク乗り組みとなった後、1910年4月にアメリカ本国に帰国。11月まで、 潜水艦、タランチュラ艦長を務め、ニューポートニューズ造船所で建造中の潜水艦、シールの偽装委員長を1910年12月2日まで務めた。操縦艦を握るエリソン1910年12月、エリソンは、サンディエゴのノースアイランドにいたヘディング・カーティス社長、グレン・カーティスの下に派遣される。パイロット養成学校で学ぶ傍ら、 1911年1月27日、または28日には、学校で行われた、飛行家クラブのショーにて、カーチスグラスカッター機を使い、海軍パイロットとしての初飛行を記録した。しかし、その実態は、エリソンの技量が未まだ十分でなかったため、飛ぶというより、浮くといったものであり、グラスカッター機も若干の、飛行の後冬で左に流されて地に落ちた。 幸いにもエリソンは怪我もなく無事だった。このような内容だったが、これがエリソンの初飛行として記録された。この後、エリソンはカーチスと共に水上飛行機のフロートの回収を行い、2月には水上飛行機の初めての乗客としてカーチスと共に飛行した。2月の末にはペンシルベニアからの水上飛行機の運用実験にも、 参加したが、ノースアイランドに向かう途中で着水した。その後、エリソンは1913年4月29日まで航空部門の教官を務め、また航空に関する実験研究に多くの時間を割いた。その中には、1911年9月のアナポリス内への航空化の創設や、ジョン・ヘンリー・タワーズ中尉と共にいたアナポリスから、 バージニア州ミルフォードヘブンへの水上飛行機による当時の最長距離無着陸記録樹立の飛行が含まれた。1917年、エリソンはアナポリスを卒業した士官候補生たちと共に戦艦、ワイオミング及びカンザスで巡航を行った。アメリカの第一次世界大戦参戦後の1918年2月14日にはニューロンドンの苦戦艇基地に派遣され、 ついでイングランドのプリーマスに設置されるアメリカ海軍第27基地に苦戦艇隊を迎え入れる準備のためロンドンに渡った。エリソンは航空とは正反対に位置する対潜水艦部門でも苦戦艇隊のための戦術を考案しその功績により海軍十字章を受章した。1918年11月11日の対戦の休戦協定締結後もエリソンは ヨーロッパに残り、1919年3月から5月にかけては、セッペリンを管理していた14名のクルーのトップにあった。アメリカへの帰国に際しては、ウィリアム・クランプ・ンサンズで建造されて、竣工したばかりの駆逐艦、ジェイフレット・タルボットの初代艦長を1919 19年6月から1920年7月までの間勤め、 1920年の残りの期間は、リトルとブルックスからなる部隊の指揮官を務めた。1921年1月10日、エリソンはハンプトンローズに設置された海軍航空基地司令となり、9ヶ月間務める。9月1日付で、海軍省にアメリカ海軍航空局が設置され、中佐に昇進していたエリソンは、初代局長ウィリアム・ウェイ・モフェット少将の下で、 事務計画部門のトップに10月21日付で就任する。1年後の1922年12月には航空局を離れて海軍施設団の航空部門担当としてブラジルに赴任し、ブラジル海軍の再編成の指導に当たった。一連の指導を終えて帰国後の1925年5月からは再び航空局に勤務した。2ヶ月後の7月20日には 第一水雷停隊の司令となり、1926年6月には水上機母艦、ライト副長となる。また、1926年6月23日には、巡洋戦艦から航空母艦へ改装中の歴ントンに偽装委員として赴任し、収益時まで在館していた。1928年2月27日、この日はエリソンの43回目の誕生日だったが、 ノーフォークにて、娘が重い病気にかかったことを妻から聞かされた。エリソンは、ローニング OL-7 型機を繰り出させて、アナポリスにいる、娘の元に駆けつけようとした。そして、エリソンを乗せた、ローニング OL-7 型機は27日夜に、ノーフォークを飛び立って、アナポリスに向かったが、そのまま消息を立ち、アナポリスに到着することはなかった。エリソンの蒸気は、 チェサピーク湾に墜落したとみられ、4月になって遺体が、基地に打ち寄せられているところを発見された。エリソンは、アナポリスの敷地内にある墓地に埋葬されている。海軍兵学校の卒業年時に換算すると、豊田ソエム、豊田定次郎らを排出した33機に相当する。ありがとうございます。